私の脳裏に永遠永遠永遠二9三9ラックやハロー皆さんこんにちはミヤビンです私の脳裏に永遠 <laughs> なんでこれって思った方、えー、ひもいじりが言ってくれないですくれないんかい ってことで今日はこちら、モノリスの M570 のヘッドホンをレビューしていきたいと思いますはい、ひもじ、お願いします探検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 でザクっとね、で永遠のトラウマイなんで探検って言ったかっていうと、発掘だから、発掘シリーズとかそう。 これはねまあ買えるんですけど、うん、<laughs> みんなあんま知らないと思うんですよ、うん、発掘シリーズなんでえモノリスモノプライスっていう多分ブランドから出てるモノリス、はい、M570 一部で有名多分日本でレビューしてる人いないんじゃないかなって感じなんですけど<ー>海外では結構人気っぽいんですが。うん あと、えー、で買えるんで日本の価格とかも言いますけれども、はい、意外と知られてないのでただしなんで発掘したかというと皆さん大好きみ,みやびちゃんも大好きこの重さで分かる平面駆動なんですですねはいもうここで分かったちょっとこのデザインしかも普通の平面駆動じゃないんです<お> <laughs> えっとねこのモノリス M570 くんまあプラナーって入ってるんですけど平面なんでねなんですけど あの非対称のね非対称あの平面黒って対称な形してんだけどシンメトリーなんで、うん、これ非対称アシンメトリーの、うん、WNDFEB マグネットアレイを搭載したね9 7 m m × 7 0七十、普通さヘッドホンのドライバーの紹介するときさ 50mm ドライバーです。あ確かに。40mm ドライバーです。うん、この場合は非対称なんで、うん、円形じゃないんで。うん 9 7ける七7 6ミリの平面磁界ドライバー使っております。うん、でフルオープンで開放型なんでガンガン音漏れるんで、えー、ノイズリダクションかけるんでみやびが聞いて感想言ってる時は声がちょっとまたおかしくなると思います。はい。で鳴らしやすくて32オームですインピーダンスは。で平面駆動なんで重いんで 420g あります。めっちゃ重い。で 付属のケーブルいろいろ試め他のバランスもこれねあのあれっすねうやっ2 5ミリの2曲3曲使えるんですけど、えー、結構うちはあるので、うんえー、いろんなメーカーの試して、えー、ベストだってたのがえっ、ー、とビポパだっけだったかなうん、うん、合ってますかね ビバボの、あのー、ゼンハイザーの HD7F 対応の、えー、6N 単結晶銅 4.4mm バランスケーブルこれ Amazon で7099円で買える結構安いケーブルなんですけど<ー>これが一番音良かったんでまあ単結晶銅なんでね 6N のね銅は音質変えないんで他銀線とかね銀コートとかねいろいろミックス線とかやったんですけどこれが一番多分みやびも気に入るだろう音だったんでそのケーブルで 行きます4 4ミリバランスで、はい、で、えー、っとこちらねアステル・カーンカカーンじゃねえアステル・ケルン <laughs> 昔の癖でしたアステル・ケルンの A&ULTIMASP2000T コッパーニッケルで聞いていくんですが,がすタイダルにします,後ろ,ます後ろ下がって頂い,いて、えー、タイダルで MQA でで 聞いていきますはいえーっとちなみにこれサクサクですからねもっさりしてないですからねそれレビューで言ったかなと思って確かに今から言いますけどもっさりしてないですと、うん、いうわけでボリュームつかせてくださいねはいブラックピンあタイトル MQA マスターファイルでブラックピンクさんでラブシックグ r l ズボリュームちょうどいい あ、やっぱあげる。はい。おお、優しい優しくしなやかな音って感じ。はい。1、さんで6ッコん。ちょいあげようかな、ボリューム。もうちょっと。うん。おお。 いいねこれ疲れない。おー。はい。ええー、ワニムさんで止もに。うーん。これも、あ、ボリューム上げちゃおうかな。はい。おー。 なんかバンドは優しいから、なんかボリューム上げて、こうなんかうまく迫力をなんか出した方がいいなと思う。はい。ええー、ミレイさんでアンティルアイダイ。おおなんかね。おおなんかこの空間 というかこの余韻か余韻がねすごいからこういうなんかディープな曲結構ぴったりをはいえや、ー、しさんで夜なでる目の」のああいいねこのバランスいい子守唄までいかないけどそれに近い感じ安心感がある音になってる いつもなんか結構バランスよくてなんか打ち込み系だけど迫力ちょっとあったりとか元気なんだけどこれはなんか本当になんかに優しい安心感のあるメロディーに変わるはいえー、アニタ・ベーカーさんで「It's Been You」シングルバージョンピアノめっちゃ綺麗。 すごい、空間おお、ボーカルの伸びもいいよキラキラ感超綺麗。心浄化って感じ <laughs> はいでさらに浄化してもらいましょうアリアナ・グランデさんで「ジャスト・ルック・アップ」おお。 期待しちゃうの。ああ、いいね。うーん。ああ、いいね。なんかこうまるっとした。音に、この曲変わるから、いつもなんかこう、なんだろう。 こうス,スーンと入ってくる感じだけどこのヘッドホンで聞いたらまるっとした音で聞けるからまたなんか違うジャストルックカップが楽しめそうはいはい最後にコールプレビーティステマイユニバースおーなんか程よい厚みがある意外だったはい はい感想どうぞいやなんかめっちゃなんか本当にね予想以上に良かったまるっとした感じの音が楽しめて<お>なんか個人的にはバンドっていうよりかは本当になんか <laughs> 本当になんかねこの R&B とか、うん、そういうしっとりしたものとか、うん、あのミレさんとかの こうディープな感じの曲とかが一番ピッタリくるかなと思ったからなんかそういうのが好きな人とかはねなんかおすすめしたい感じの音だったっちな、これない今音を送って、俺の魂の曲を送ってみた <laughs> あなるほどね聞こえた聞こえたうん。何と言ってた歌詞なんか、俺に安らぎを <laughs> 違う、世界中の誰より <laughs> どっんだよ <laughs> 全然意思疎通できてない <laughs> 相性最悪ですからもう本当に <laughs> アゲアゲふん <laughs> で気持ちいいのターンで、ね、あ俺のターン、はい、じゃあ僕のターンで、はい、ええー、音質からいっていきますえ肺、ーはい、攻撃は線の細いまあ繊細な攻撃なんですが刺さることはないですで。 解像度も高くシンバル音がきちんと細かく聞こえるんですが芯は細い感じの広域になってます。チリチリっていう、チリチリキっていう音ですね。ちなみに先ほどこちら、ハイブリッドモード、オペアンと真空管ちょうど半々の3段階でみやびに効かしてます。で、えっと、中域ですね、ミッド中域は、 えー、ボーカルが前に出てくる中域でボーカルは近いですで分離感もよくて定位感もいいですでボーカルのニュアンスが細かく聞こえる中域になっておりますでロー低域は締まりのあるタイトな低域なんですが両感は十分で沈み込みもあってミッドベースもよくてベースラインもキレよく重厚に聴ける低域になっておりましたちなみに平面駆動なので、えー、こちらは 70時間相当エイジングはしております、はい、最初ちょっと平井大さんが「チュチュチュ」って言ってました刺さってはないんですけどあの要は他行が目立ってたんですけどそれがちょっと消えるまでやってみましたで音場音上は上下左右に若干広い感じで、えー、当然開放型なんで抜け感がすごいいいです抜けてきます 空間は中域メインに広域に向かって伸びていくような空間になってました。でまあザ平面駆動といった音で、まあ、若干の暗さも平面駆動と音くらいの多いんで若干の暗さもあるんですがやっぱり平面駆動っていうことで音の伝わるタイミングがよくて、まあ、まさに平面駆動だなっていうサウンドででまあどっちかっていうとフラットよりは弱ドンシャリー傾向ですけど 中域がちゃんとドンって前に出てるのでまあ低音がダンダンってちゃんとなって高域が刺さらずチキチキッっていう感じで出てるので、うん、弱ドンシャリに聞こえるんですがちゃんと中域もボーカル全面にーンって近く出てきてるのでそんなサウンドです。はい、でボーカルをねほんととてもよく鳴らしてくれるのだからもう最近もなんかみえみえの感想の俺補足説明をしてるだけなんですけどね詳しくね。 ボーカルをとてもよく鳴らしてくれるのでもうボーカル曲音源には最適だと思います、うん、でまあもう常連の方はお気づきだと思う僕が中域を褒めるということは中域が良くて平面駆動で、えー、タイミングも良くて音のね平面駆動なんで、えー、弱どんしゃりで中域の質がいいのでバンドやハードロックメタルもきちんと聴かせてくれました。 でまあ、当然メインのボーカルがいいんで R&B の「アニタ・ベイカー」とか「バラード」とか、まあ「アリアナ・グランデさんの「ジャスタルック・アップ」とか、まあ、とても気持ちよく聴かせてくれる音になっております。はい、で音の傾向は若干寒色な寄りのな気もするんですがまあ音に厚みと丸みとツヤがあるので比較的オールジャンルちゃんと鳴らしてくれましたと。で まあ広域がねちゃんとさっきも言ってますけどチキチキになってくれるので広域のチキチキ感が欲しい人にもおすすめです平面角度でちゃんと広域チキチキ言うのってあんまないので今までなかったでしょそこはちゃんとこれモニターだからソニーのねモニターヘッドホンみたいにちゃんとチキチキチキって言ってるのでその辺好きな方もいいかもしれませんでまあひもアンプミニを通すとボーカルがさらに前に出てきて 音の厚みとツヤと伸びが加わって R&B やバラードが最高でしたという感じですただまあ欠点はまあ重さが平面駆動なんで重いんでただ装着感いいんですよこれでイヤーパッドがね結構分厚くてね柔らかい横皮でね耳に当たるところがなんかねデニムみたいなファブなんかね普通の生地になってきてで柔らかくて分厚くて装着感すごい良くて つけ心地いいので、まあ、長時間つけてるのでも嫌になることはなかったんですが、えー、420g と重いので,で、ね、まあ首が痛くなる人はなると思いますで大きさですが結構伸びるので最大に伸ばしてみやびがはめると <laughs> まあ大抵の人は大丈夫だと思います。私の顎ぐらいまで顎ぐぐららいまでいで <laughs>、はい、というわけでまあ こんなものをね僕は発見してしてまったんですがまたいいの見つけたね、うん、いいの見つけちゃうんですよ僕はねあ。これちなみにね回転しましてまったいれに置けるでございます。両方とも行く、はい。両方とも回転いたしますのでこうやって。ね。まったいれに置けるでございます。ございますでは価格です。みやびさん気になっている、はいえー、モノプライスなのかな多分ね。うん、モノリス M570。 400! あ、違う。アマゾンで、アマゾンで買えるんですね。えー、ただ、あの、アマゾンプライムとか対応してないんで、ちゃんとリンク、リンクどうしようかな。うち貼りたくないんでね、まあ、商品名で検索し比べ出てくるんで、で、ちゃんと日本のショップが輸入して販売してるので、<laughs> プライムは対応してないですけど、だいたい2日で届きます。<laughs> 離島で3日ぐらいかな。二日、うちは2日で届いたんで、で2日で届きますんで、<laughs> えー まあ買ってたぶん翌日その業者が土日やない限り発送してくれてその次の日届くっていう感じになるのでまあ2日ぐらいで届きますので全然輸入とかじゃないので大丈夫ですがえアマゾンで4万5,941円です <laughs> 怖いにならなかった <laughs> ちなみに多分ここ木だぜこれやっぱそうだよね、うん、ウッドだぜこれうん何す高級なんです高級,高,級高級って言ってもまあ4万だから安いけど全然。まあ 平面駆動で、でこういうい感じでさ、こ中華の普通にさメゼとかさ、うん、フォーカルだってさあの40万超えてくるんでんまあ4万円な、うんうん、なんですかえ中華の平面駆動を先に知っちゃったから私も慣れちゃってるからさえでも SIVGA も4万超えてますよまあそうだけど SIVGA の平面駆動ってまあ届いてないですけど5万オーバーしますから、うん あ平面駆動じゃないやつが4万この間ミーが気に入ったやつ、うん、あれで4万円台でうん、うん、でミーが持って帰ったやつが3万円台だっけなうん、うん、確かちょっと価格忘れましたけど、うん、お高いんですよ平面駆動が中華でもまあその辺を考慮していただいて、はいえー、モノリス M570Amazon で4万5,941円ですえみやびさんは買いますか買いませんか かうん音は良かったのですが、うん、今回は買いません、うん、いやなんか SIVGA、うんまあ、持ってるしなんてところ私もあるしちょっと違うんだけど系統は。でも私的に4万 っていう感じしなかったの正直。ああ、四万だったらもうちょっと違うかもなってところはあった。音めっちゃ良かったんだけど、そうトリップできる、トリップじゃないや、こうな聞き入れる感じがじわじわくる感じ良かったけど、うんって感じだった。はい。素直な感想です。了解です。初心者な意味多分変わないの。うんそんな感じです。ではひもじモノリス M570 こちら売りますか？売りませんか？売りません。 理由はボーカルがとても良くてこもり感ゼロで広域もきちんとうるさくなく鳴らしてくれて低域も十分でバランスが良いからですという価格も当然考えておりますこれもしえ国内メーカーとか普通のメーカーが作ると楽勝で10万超えてくると思うんでまあこれが4万5,000円とかだったら別にあれ平面駆動ね好きで。 集めてる人とか探してる人は候補に入れてもいいんじゃないかなという感じの音ではございます。うんうん、はい。宮的には高いみたいです。<laughs> はい。というわけで両者意見分かれましたが、まあこれがうちの醍醐味なんで、はい、これを参考にしていただいて興味ある方はちょっとまあ、多分レビューがないんでね、う,うちが多分初なんで、うん、まこれしか参考になんないですけど、ね、うん、視聴が多分できないので。うん まあ、コメントで質問してって感じになっちゃうよねまあ4万5万五千円特攻できる方は特攻してみていただいて、えー、結構どうなんだろうね、うん、あーやっぱダメだったっていう時に売り抜けられるかどうかもちょっと分かんないんでちょっと慎重にお願いします、はい、僕の発掘シリーズは慎重にお願いします、うん、はい僕は大好きですこれ、うん、というわけで私はどないしょう まあね、この動画を参考にしつつ何かまもう分かんないことがあれば気に,な気になってちょっと購入したいなと思って分かんないことがあれば何かコメントいただければと思います。今日もありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。